法事のような路面の時の、レーンチェンジです。車両の挙動を見ていただければだいぶ違うと思います。上が GVCI、下がなしですね。GVCI の方が非常に安定していたと思います。そして3つ目、運転者だけではなくて同乗者にとって快適ですと言ったシーンです。上が GVCI、下がなし。ぜひ女性のですね、体の揺れ具合あるいは、胸元のペンダントの動きに注目していただければと思います。これも緩やかに左に曲がるというシーンです。ペンダントの動きがだいぶ変わりました。かわいいですね。この方はモデルですね。ご自身が何のために車に乗ってるかっていうのは全く分かってないです。はい。やらせではないので、本当に。このようにですね、Gベクタリングコントロールがついている車はですね、同乗者にとって非常にこう快適である。そういった動画になります。